回します。はい、はい、お疲れ様です、はい、お疲れ様です神々、はい、スーパーロコチャンネルタイミングということで、はい、今日は3月の後半やね。そうっすね、20何日です。見ての通り、これちょっとこんな色こんな色やけど、上流はまあクリアなとこもあるし、そうですね、うん、白川は全域困難な、全域困難感じで、まあ、白川は薪とかで釣れる感じで、まあ各筋のバックウォーターは虫とか虫系やね。虫系、今日ちなみにニブプロ何本釣りましたか。どうなんもやろ、多分10本付近。おお、うん、大体多分みんなそれぐらい、うん、10ちょろちょろっとぐらい、まあ、最大50ぐらいとか、うん、50まで50まで僕45まで、うん、まあ、今来るんやったら白川やったら巻で、上流、まあ、サイトしたかったら、ビンゴ、うん、前期の中流、中流からまあまあ上流向けて、うん、まあ、水の多少いいところ、うん、結構ね、立ち木とかにもいっぱいバスついてるし、うん、まあ天才やけどね。そうですね、なんか地合いがすごいね。そう、朝一とほんま夕方、朝はほんまにやばい、うん、朝はもうマジでめっちゃ釣れる、うん、昼、日中はちょっとしんどくなって、うん、しんどいかな、ちょっと巻いた方がいいかも、うん、てな感じですね。ですね、はい。何かおすすめのアイテムありますか。どうやろう、もうとりあえずも虫系、うん、虫、ホバスト、うん、ホバストの、まあ、ちょっとホバストが、まあ、悪いかな、うん、なんか逃がしてあげる、そうそう系やね、うん、まあ濁りのエリアはまあクランク、スピナベイト、チャタ、シャット、ミノ、いろいろ、うん、いろいろね、まあコーヒー重系とかでも結構釣れてるし、うん、そんな感じかな。ですね、ですね、ですです、はい、はい、もう春バクしてますんで、はい、もう一発あれさね、もう一発多分来ると思う、うん、うん、はい、はい、てな感じでタイミングでした。お疲れでした。お疲れでした。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、チャプター7の第3戦と、いうことで、七色ダム、今日試合をしにやってきました。はい、はい、でもう試合終わりまして、順位で言うと何やった。僕日本1942g で15位でした。で僕も日本で、2100いくつで11位。はい、から僕だけリミットメイク、うわ、はい、3本すごい、2000シングル、2600何がしで8位でした。はい、さすがリーグ、はい、ありがとうございます。でもお立ちには届かず惜しくも今日の状態としてはどんな感じでしたかね。今日はですね、まあ、昨日すごい雨が降って、まあ、僕プラも出ず、で、まあ、ぶっつけ本番、うん、で、まあ、とりあえず、まあ、春の定番である、まあ、大股のまずは黒潮ワンド、まあ、今回からね、ちょっとルールエリア変更というかエリアが広くなって、
まあ、黒潮の奥も入れるよということになったんで、まあ、せっかくなんで朝一入りまして、でまあまあちょうど中ほどかなぐらいで一本ミドストで、はい、例のまあ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 こましない、はい、黒潮ですか、黒潮ワンドですね、朝入りますか、朝入れんじを通してて下からこう食い上げてくるイメージなんで、まあとりあえずエアは抜かないとやっぱり、あ、そうなんですね、うん、ちょっと浮いてるような状況、ただ色はねやっぱり黒くていい色、健康体のいい色してたんで、まあもう春ですね、魚かな、うん、そうですね、僕ですか、はい、僕はスタートが50番と遅かったんですけど、でまあみんな出世するじゃないですか、で見てたら結構の人がこっちの大股の方に行って、こっちはちょろやったんでこっちの方行って、まあ上の方から行きたかったんですけど、やっぱり人入ってるかなっていうので、スローブ603のあたりから流してって、でそこでポロポロ1本の見えるやつを作って、それも全部午前中、午前中ですね、そんな別に朝一とかじゃないんですけど、9時までに、9時までにっていうか2本作って、一番でかい50ぐらいのほうがあのすっぽけバレてよくあるな、はい、今日はそれのみでした、僕は大股筋、北山筋、僕がちょうどあの西の川の全員バラバラ、バラ西の川の一番上で、もう朝からちょっとうろちょろしながら10時までに、RB バッグのプロシンカーと、うんうん、あとビークのパワーフィネス、あでゴミ溜まり打って1本ずつ、ゴミ打ちのやつは大きかった、それがね、口はなんかもうでかい、すごいでかくて、うわ、50アップかと思ったら、お腹げっそり、ガリガリ、ガリガリのやつだったんですけど、まあ、2本で2100円でしたね。でも、どの筋も、まあ、それなりに魚はいい感じですよね。ですね、うん、まあ、水温も上がってきて。ね、この雨の影響がちょっと落ち着いたらね、またもっとね、釣れるようになるんじゃないかなっていう気はしてます。まあ、魚もね、どんどん浮いてくるやろうし、ね、ミドスとホバスとあたりはね、楽しくなってくるんじゃないかなっていう感じです。この動画がアップされる頃にはもう、あ、ちょうどいいですね。爆鳥モードに入ってる、うん。ちょっとね、今日は濁りで入ってしまってて、まあ、それがちょっとうっすら取れてくるぐらい。来週ぐらいに、うん、ちょうどいい爆鳥になるんじゃないかなとっていう気はします、そうですね、はい、はあ、人も多いのと、うん、こうパッて太陽出てきたじゃないですか、結構ですか、そうですね、まあ、あのね、たくさんあのレンタルボートの方とかもいっぱい出られてるんで、やっぱりあの、まあ、右側通行で安全に、ね、安全航行で事故ないようにやってもらえたらいいかなと思います、はい、はい、では、これで終わります。はい。